神楽とはそれぞれの神社に受け継がれてきた芸能であり、字のごとく神様に楽しんでいただくために舞われるものです。この地域も稲作中心に農業が盛んでございますので、神楽を神様に奉納することで人々の平安であったり食物がたくさん取れることを祈願した舞でもあります。なかなか神様の前で舞うということは神楽をしていなければできないことですし、また神聖な踊りでもありますので、舞う方々は本当に心を込めて神様に感謝をしながら舞っているので、そういうところがすごい魅力だなと思っています。自分が育った地域にある神楽郷土芸能に関わることで、自分が育った地域の歴史を知ることもできますし、またその地域の人たちとますますの交流も深めることができます。ぜひ興味のある方は神楽を経験していただきたいと思います。